やっと来ましたね。日本来ました、日本来ました。ここまで先ほど塚原のあん馬まで紹介しました 9.437、 そして畠田が 9.437。 これは可能性ありますよ。ありますね。あ、日本の西川大輔の顔も映りました。日本は銅メダルをアメリカと争っています。手元の集計ですが 8.3 以上でどうやらアメリカに勝てる、メダルを取れるという情報。落下あるいは停止しなければ 8.3 以上は出ますので、十分可能性あります。待ってください、今ロシアも上がってきたという情報が入ってきた。ロシアも上がってきた。あー素晴らしい、いい出来ですよ。藤田はいい出来だ、藤田はいい出来だ。さあメダルがかかる。アメリカが、アメリカではなくて今度はロシアが上がってきた。もう混戦しておりますね。もう大混戦、手元の集計でちょっとわからなくなりました。まあ、とにかく中国の3連覇は確定、そして2位ベラルーシも確定、3位争い日本、ロシア、アメリカ、ここが全くわからなくなって、今これ三つどもえですね。